会士の皆さん、こんにちは。秋田県由利本荘市スポーツ課の大友美奈美です。今年の対戦相手である会士の皆さんに由利本荘市について紹介します。由利本荘市は秋田県の南西部に位置する、人口はおよそ7万7300人の都市です。平成17年の市町村合併により本荘由利地域の一市七町が合併し、由利本荘市が誕生しました。面積はおよそ1210平方キロメートルで、秋田県の面積のおよそ1割を占め、県内一の面積を誇ります。由利本荘市は秋芳鳥海山、人々の生活に潤いを与えてきた一級河川小吉川、白砂と美しい夕日の魅力あふれる日本海と、山、川、海の自然が織りなす風光明媚な町です。ふるさと応援大使の元乃木坂46の生駒里奈さん、タレントの加藤夏樹さん、俳優の渡辺修さんなども由利本荘市出身です。頑張るぞ。あ、絶対勝つ。絶対勝つ。市ではスポーツ振興まちづくり条例を制定して、スポーツをする、見る、支えるを基本として、すべての市民が生涯にわたって健康で笑顔あふれる地域づくりを目指し、スポーツを通して躍動と活力あるスポーツ立志を進めております。昨年10月には由利本荘総合防災公園ナイスアリーナが完成しました。東北最大級のフロア面積を誇り、天井中央部にセンタービジョンを備えたメインアリーナは最大5000人の収容が可能で、プロスポーツの公式戦や各種スポーツの全国大会、コンサートなどでにぎわっています。またこの施設は災害時の緊急避難施設としての機能も備えています。市では由利本荘市スポーツヘルスコミッションを組織して、スポーツ施設などを活用したスポーツ大会やイベント、合宿の誘致を進めております。会士の皆さん、合宿をするならぜひ由利本荘市においでください。スポーツ合宿の補助金制度も用意しております。さて、今回のチャレンジデー2019、会士の皆さんとは2014年にも対戦していますが、残念ながら投手が負けてしまいました。みんなで一丸となって今年こそ勝利をつかみたいと思っています。由利本荘市長の長谷部です。会士の皆さん、お互いに頑張りましょう。おう。